セルプホフの紋章、セルプホフは、ロシア連邦のモスクワ州南部にあること。タイガオカ側にナーラ川が合流する地点に位置する。モスクワからは南へ1 0 0キロメートル弱の距離にあり、モスクワトゥーラを領るクルスクベルゴロドンを経て、ウクライナ国境に向かいシンフェロポリに至る高速道路、M2、及びモスクワトゥーラ間の鉄道が通る。人口は、 2002年国勢調査で13万1097人。セルプホフのクレムリセルプホフの市議会の建物セルプホフの町は1339年、モスクワへの南からの侵入を防ぐ目的で建設された。その2年後、セルプホフは、後のモスクワ大公ドミトリー・ドンスコイのいとこで親しい仲間でもあったウラジーミルの分領地となり、強力なセルプホフ広告へと発展した。 この分量は1456年に最後の公がリトアニアへ亡命するまで続いた。セルプホフは、モスクワ大公国のイヴァン三世が、アフマド藩への侵入と効能を拒否して撃退した、ウグラカ藩の退治の際に、モスクワ軍の強力な基地となった。しかしセルプホフは、バトゥケ断絶後に、工場戦に耐えるために、木造のクレムリを石像へと強化する必要が生じ、 1556年に石とレンガのクレムリが完成した。このクレムリはモスクワ南方に設けられた坂もぎ線と呼ばれる要塞線の一部を成していた。モスクワツァーリ国の国境が南へ拡大するとセルプホーフは軍事的な重要性を失った代わりに商業を呼び宗教の中心地へと発展した。19世紀には繊維工業も発達している。ソビエト連邦時代にも 工業の集積が進み、自動車メーカーのセスの本拠地となったほか、家具工場や衣服工場や製紙工場も栄えた。セスでは1980年代以来、小型車のバス -1111 11を生産している。セルプホフのクレムジにあるイタリ生産者製造ビソツキき、修道院セルプホフのクレムリは周囲を川に囲まれた、天然の溶岩に建てられている。 クレムリは険しい丘の上に立ち、その下では小さな川であるセルペーカ川がナーラ川に合流している。このクレムリは19世紀、セルプホフの町が拡大した時期に住民が家の建材用に石灰岩でできた石材を運び出し損壊した。今日、付近に立つ民家の大部分の基礎はクレムリの石材から作られている。現在、 クレムリ内部には1696年にモスクワバロック様式で建てられたイタリ製三者制度がある。ビソツキー修道院は16世紀後半に創建された。周囲を壁で囲まれた堅固な建築群は、奈良川佐岩の高い丘の上にあり、近くには丘川合流店もある。生仮民女マリアと聖杯の描かれたイコンが有名だったが、 オリジナルは1920年代に失われ、現在は模写が置かれ、多くの巡礼が訪れる。近くには、ブラディチニ修道院があり、ビソツキー修道院に匹敵する規模と格式を誇る。ボリス・ゴドゥノフの時代に建てられた聖堂などが残っている。町から1 2トル離れた岡川佐岩には、プリオクスコイコールテラスに自然生態系保護区が広がり、豊富な植物省や、 野生動物があるほか、野生へ戻すためのヨーロッパバイソンの飼育場もある。ありがとうございます。